ティザーです。マリナです。ティナです。ピンク、ラテ、ビー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということでですね、今回はピンクラテ、誰が一番一般常識あるのーという検証です。イエーイ。まあ一般常識って言ってますけど、今から10問のクイズに答えていって、内容がですね、みんなが知ってるような内容になっておりまして、挙手制で早かった順に答えていく感じになっていきます。はい、これ一般常識がある人とない人、わかりますか？心して皆さん頑張ってください。はい、ちょっとお前年長さんなんで、一番年長さんなんで、さすがに勝てるだろうと思ってます。意気込みをどうぞ。全部正解する勢いでいきます。はい、マリアちゃんはどうでしょうか？負けないように頑張ります。ねーかわいい。ちょっとね、この3人めっちゃ珍しい3人で、ちょっと緊張しつつも、ひなちゃん意気込み。私は負けませんよ。まあ任せてみろみたいな、私も任せてみろみたいな意気込みで言ってますので、はい、じゃあ早速クイズいきましょう。せーの、どうぞ。じゃあクイズいきます。はい、第1問。1810年にハワイ諸島を初めて統一し初代国王となったのは何？はい、ゆずは。ハメハメハダイオ。お、正解。誰？誰？ハメハメハダイオ。誰？習ってない。私も習ってない。最近歴史終わったけど全部。いや、歴史が好きっていうか得意っていうか、得意ではないんだけど、してたんで、ニュースとかで。ハメハメハ、カメハメハよ。カメハメハよ。第2問目。スピードスケートの団体追い抜き競技のことをチーム何々何というでしょうか？はい、ゆずの方が早かったかな。ゆず。チームパシュート。正解。最近確かに見てかったからね。第3問目。英語でチョコレートを表すことを、はい、はい、ショコラ。正解。やっ、英語、ショコラって英語でしたっけ？フランス語。フランス、そうですよ。そう。フランス語で行く。どういう。どういうこと？問題、本当に問題の意味分かってた今。分からず言ったんですよ。でも行った方が、そうなんです。ショック当たる。うん、当たる確率高いんで。うん。そう、早押しだからとりあえず手挙げたら当たるかもしれないから。はい。はい。どんどん。はい。第4問目。2019年の流行語大賞トップ10に入った一つで、台風などの影響から交通機関が事前に予告した上で運行の本数を減らすことを漢字4文字で何と言うでしょう？はいはい。ゆずばっかさん。試合運休だね。ゆなとマリア頑張ってみて。計画運休。計画運休。正解。第5問目。大丈夫？耳にかかってるよ。耳にかかってたやつが取れたのか。何やって、何やってないの。取れたみたいな。びっくりした。すごい心霊現象かと思ってたよ。すみません。次、第5問目。2019年7月に公開されて大ヒットとなった森島穂高が主人公、天野ひながヒロインの新海誠。天気の子。あー、正解。ゆず、初めのラジオスミずっと見てました。ひな、ひなって言われて分かった。ひなーみたいなあるよね、天気の子で。うわー、悔しい。あー、私にも行きました。見た？見てないです。6問目。6問目。はい。漫画ドラゴンボールでどんな願い事でも叶えてくれると言われているドラゴンボール、必要な個数はいくつでしょう？ゆな。知らんけど7個。お、すごい。知らないのに。え、なんかドラゴンボールの星の数でしょ、なんか7個が最、なんか最大というか、それはなんか聞いたことあって、とりあえず最強そうだからとりあえず7個。やったー。分かってた、マリアさん。
わかりました。え、ドラゴンボールで見てた？あの、ちょっとだけ。第7問目、スゴロクでは自分の所在地を示す置物、漫画では区切り枠そのものだったり、その中に描かれた絵のことをコマ。正解。あー、確かにこれもうさ、わかんないよ。第8問目、日本で一番島が多い都道府県はどこでしょう？はい、早押しだけどちょっとマリア。沖縄県。残念。はい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 。じゃあ、ゆずは。長崎県。正解。鹿児島県って言おうとした。いや、まあ、地理はね、無理ですので、地理は、まあ、違う、なんか苦手分野だから、やっぱなんかいつも捨てるみたいな感じだったんですね。そうそうそう。第9問目、日本で一番タオルの生産量が多い都道府県はどこでしょう？はい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 アピール選手権かな、これ。はい、アピール選手権。私が1番です。私が0番です。私が0番の前で0秒、私早かった。まあ1秒。ゆな。はい、富山県。違います。え、違います。はい、私です。私です。ゆずは。愛媛県。正解。すごいじゃん。なんでわかるんですか。じゃあラスト、第10問目、縄文時代のゴミ捨て場の遺跡を何という？はいはいはい、待って、縄文時代なの。私が言えない。縄文時代、縄文時代、縄文時代、言えない。わかる、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 わかります、わかります、わかります。マリア。貝塚。やばい、危なかった。正解。大塚って言おうとして。ナイス。まあもううちは勝ちみたいなもんだよね。すぐにね、10分取ったよね。はい。お料金忘れたしっていう。はい、はい、ということで、この企画何か変だと思いませんでしたか？頭良すぎます。ねえ、あ、そういうこと？ねえ、終わった、時のやつじゃない？再びみたいな。もうさ、ハメハメハみたいな。なんだっけ、ハワイハワイと。わかんないけど、なんか最初の問題からさ、なんだこの問題みたいな、一般常識とかの問題じゃないぞみたいな。ハメハメハがいわよ。おー、成功だよ。ちょっとラッキリ大成功じゃないですよね。ちょっとね、正解しちゃったからね。どうなんですか、何が。やったもんか。頭良かったね。なんか、ゆなちゃんにはナコって言われたんです。ね、当たんないと思ってゆなって当てちゃったわ。舐められてる、舐められてる、舐められてる、舐められてる。ということで、ゆずはが全問正解はちょっとしなかったけど、多く正解したらみんなはどういう反応するのかっていうドッキリでした。え、どう思いました？すごい、もう素直にすごい。今時の小学校ではそんなこと習うんかなって。疑わなかった？え、最後の方にんと思って。違う、この撮影する前にドッキリやりたいなって言ってたんですよ、私。まあ、なんか最近ドッキリってなんかやりたいなみたいな。私がこけたいみたいな感じのことを言ってたらこけられたみたいな。いや、成功ですよ、これは。やった。え、みんな騙されました。騙されたら絶対騙されてる。でも、チラチラこっち見てたんですよ。スケートの団体追い抜き競技のことを。はい、第3問目。いや、まだ、チリはね、全然嫌いでも気づかなかった。マリアちゃんに髪見られたかなって思ったんですけど、セーフでした。やった。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知4、よろしくお願いします。バイバーイ。